こんにちは。今回はフォンテーヌについていろいろお話ししていきます。もちろんリーク情報などはないですので安心して見てください。まず追加されるものの予想として、ズバリ水中だと思われます。皆さんはもし水中が追加されたら、どういう印象を受けますか？ぜひコメントで教えてくださいね。まずフォンテーヌについて簡単におさらいしておきましょう。公式の PV でスメールの次に登場したことから、4.0 ではフォンテーヌが来ることが予想されていますね。フォンテーヌは七神の水神ホカロルスが統治する国です。スメールの魔人任務で、この神の名前が出てきて驚きましたね。今までのストーリーで、場所としてはリーユエの北西が分かっていましたね。そして国を象徴する言葉として正義、法律や裁判も関わってそうでしたね。フォンテーヌというフランス語の意味では、泉を意味していて、水を司る神ということからも、水場が多そうな印象も強いでしょう。またフォンテーヌ由来の機械も存在していて、写真機や機械式の釣り具も、この国で作られたものです。機械が発達した水上都市などが予想されるでしょうか。水、機械、正義、法律、などのワードが重要になりそうですね。ではまず水中が追加されそうな理由一つ目からです。スメールのオルモス港にいるこの NPC との会話でヒントがあります。念のため、場所はこちらとなります。まず最初の会話から重要なワードが登場します。このフォンテーヌでダイビング資格というワードですね。水がモチーフでもあり、機械が発展していることから、すでにダイビング技術が確立されていて、旅人もダイビングできる可能性は高そうですね。個人的には水中に入った時に、ご都合主義的に、キャラの周りに呼吸ができる、透明なバリア的なのを期待してます。皆さんはどう思いますか？ちなみに彼との会話の中では、島と間違えるレベルの、怪獣の存在も示唆されています。フォンテーヌの水質も普通とは違うというのも気になる点ですね。続いて二つ目の理由です。それはナヒーダの感動的な PV にヒントが出ていました。この PV ほんとすごい良かったですよね。音を流したいですが今回は見送ります。少し進んだこのシーンですね。お分かりいただけましたでしょうか？なんと PV の中であたかも水中に行くことを示唆されていました。特にこの水中に入るシーンが、すごい印象的ですかね。今は PV の中だけとはいえ、この泳ぐモーションができているのは、ゲームでも実装の可能性はかなり高いと思われます。皆さんはどう感じましたでしょうか？そして三つ目の理由です。ズバリ他ゲームとの比較です。こちらは割と多くの方がご存知だと思う幻冬というゲームです。つい先日このゲームでも水中の探索が実際に追加され、少し話題になっていたので気づいた方も多いかもですね。実は幻冬は原神の少し前を歩む傾向がありまして、スメールが実装される前に、実は幻冬では砂漠地帯が追加されていました。かなり原神に近いグラフィックですよね。そしてこちらは7つの題材オリジンという新作ゲームです。こちらでも水中に入るシーンが公開されていて、グラフィックもかなり原神に近く感じますよね。こういったライバルとなり得るゲームが水中を追加していると、やはり原神でも水中追加は十分にあり得るのかな、と思います。さていかがでしたでしょうか？ぜひ皆さんの意見や感想をコメントで教えてくださいね。ご視聴ありがとうございました。